こんにちはテンバーーアカデミー堀秀夫ですオーストラリアのアマゾンがシドニーの物流センターの稼働を発表しましたオーストラリアアマゾンまだまだ本領発揮できてないというのでね本領発揮するには以下の3つの条件が整うことが必要1つ目はシドニーの物流センターの稼働これオーストラリアの最大の消費してねシドニーにまだ物流センターがないです その稼働を、えー、発表しました。そして、プライムサービスの買い募集。年会払って、ビデオが見れて、送料無料と。これがないとなかなかね、アマゾンファンっていうのをつかみにくいでしょうね。そして3番目、リコメンドシステムの実装。これね、買おうかな、どうしようかなって見た商品を買うまでね、プッシュし続けるというのがね、今、アマゾンに限らず、 まあ、eBay でもね、旅行サイトでも、まあ、ほとんどのサイトで今、このリコメンドシステムっての実装してますけど、リコメンドセシステムのね、先駆者である Amazon が、なぜかリコメンドシステムを、えー、オーストラリアでは実装してないという、まあ、不思議なことになってます。そんなわけでね、去年から販売を開始したオーストラリア Amazon。まあ、しかし販売は開始したものの、まだテスト販売みたいな状況であると。 ここに来てね、このシドニーの物流センター稼働というのは、まあ、やっとアマゾンらしくなりそうなニュース。アマゾンが今年半ばにシドニーの物流センターを稼働すると発表、そして物流センターで働く人の募集を開始したという、ね、ニュースがまあ今日流れてました。でまあ、シドニーの,、ね、この南西部のモアバンクというところに物流センターができます。これ結構近いです。もう全然これができると。 まあシドニー県内、ね、えーまあ、2営業日、ひょっとしたら、もしかしたら都市部については翌日配送を始めるかもしれないなという気がしますね。で、まあ、なぜ今発表して募集しているか、もともとね、えー、やっぱプライムデーに向けてプライム会員を募集するだろうと、おそうじゃないとね、えー、年末のボクシングで取りこぼすと。 何のため去年からやってるのか分かんないんでボクシングで取りこぼさないようにというスケジュールでアマゾンはオーストラリアの物流センターシステム人材募集それらの整備を進めてますでこのプライムデーっていうのがね7月10日から11日までアメリカも日本もやりましたでそうなるとね当然オーストラリアも同じ日付 まあ何しろね、12月が最大の山場なんで、その山場に向けて、半年前にね、えー、1個山場を作っておくと、そうすればね、システム、あるいは倉庫、そして売上を分散して、まあ、決算の加、ね、工もよくなるというようなことでね、まあ、そらくアメリカと日本と同じスケジュールでプライムデーをやろうとしてるではなかろうかと思います。まあ、そうなると、ねまあ、今5月 頭なんであと2か月で、ね、商品探しをしてどんな商品なら入れられてどんな商品だと入れられない何が売れて何が儲かるというのがね分かっていればこのプライムデーに向けてねまずは飛躍できるチャンスがあるんでここに来てねやっと最大消費地シドニーの物流センター稼働が発表されましたんで今後アマゾンますます楽しみになってきたなという感じです。 そんなわけで今ちょうどオーストラリアでね、てね、オーストラリアには当然オーストラリアのニュースは早く入るんで、シドニーの物理センターの稼働が発表になったというお知らせでした以上テンバーアカデミー堀秀夫でした。